みくにつラジオ。こんにちは、みくにまりこです。こんにちは、ほぼ日のみちこです。こんにちは、ほぼ日の渋谷です。 このラジオはニットデザイナーのみくにまりこさんと我々ほぼ日みくにつチームのメンバーが毎週気ままにおしゃべりしたりリスナーの皆さんとお便りを通して交流したりする番組です毎週金曜日に新作を配信していきますので編み物や移動中のお供にお聞きいただけたら嬉しいですラジオと言いつつ YouTube で放送してますので毎週違った背景でお届けしているんですけれども今週の背景はどこですかこれ、うんうん これはムーミンバレーパークに行った時の写真です。あれは能ですか？埼玉です。そう、反応の近くですよね。ちょうど昼なんですで見ました。あ、そうなんだ。ちらっとしか見てなかったんですけど、すごいね。あの湖が特徴的な公園といいますか、そこにできたテーマパークなんで、すごいなんかね湖畔にあの紅葉が映ってすごい冬とかいいなと思って 冬らしい背景かしらと思って選んでみました、えー、ディズニー的にムーミンが歩いてたりするのはいキャラクターたちもいますもちろん<ー>歩いてます歩いてますか <laughs> 時と場合によっては、えー、一応ステージみたいなところがあってそこに行くとこの時間には会えるよみたいなのもちゃんとあって、はいうん 会いました。そういうこと、この山でキノコ取りしてたりするわけじゃないですか。そうそうなんですよ。ちゃんとあのあい安い場所にちゃんとちゃんとキャラクターとしての仕事をされているマットされている感じでショーとかもあります。いいですね。でもなんかこういう景色いいところだとあこさんもちろん大人も楽しめそうですね。そうすごいなんかリフレッシュになります。すごいこのね湖をシャーみたいな。 ーザンロープ的なというか楽しくできるやつのなんかすごい版みたいなのもあったりとかしてもししかてこれだったかな、これだったかな、うん、怖そうですね、まあまあ、がっちり結構安全対策を安全対策していく感じのやつなんですけど気持ちいいだろうなみたいな感じ結構人気で私は乗れなかったんですけどすごい並んでたから。そっか あとはすごいなんかやっぱこの晴れたね空が、はい、なんていんですかちょっと日本の冬っぽいですね、うん、やっぱりねそうですねこ、うん、こが北欧っぽくはないんだけどやっぱこの感じが気持ちいいなと思って、うん、今日選んでみましたうんうん、うん、いいですねこ、うんな感じでやっていきましょうか、はい、新年のですね今年もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますはい私は今日は皆さんと 2023年のやってみたいことについてせっかく新年一発目なのでお話しできたらと思うんですけれどもはい私はですね今日お持ちしてきた画像が私はですね今年は金継ぎをやってみたいなと思ってましていいあ,ありがとうございますみくりさんやられたことありますうんやってみたいんだけどね、うん、うちにも結構割れちゃってるやつとかあってね。そうななんんですよ<ー>なんか ちこ小さい賭けとかはこれまで目をつぶってきたんですけど去年もうここ大きい今画像の左下のあたりですねガリッといってしまってああ縁が欠けたそうなんですやっぱりちょっと、うん、あのきれいにしたいなと思っていて。であの 通販とかで金継ぎセット買うこともできると思うんですけど、うん、習いに行った方がいいのかなどっちがいいのかなと悶々んとしたまま2022年終えてしまったのでちょっと今年はチャレンジしてみたいことの一つとして金継ぎがありますどこで教えてくれるのねえそれもちょっとまだ あのー、調べきれてないんですけど、うん、なんだろうちっちゃいカルチャースクールみたいなところがうちの近くにありまして、うん、そこで教えてくれるみたいなんです、うん、いいななんんでですすね、はい、いいね近くにあったたら、ね、そうだレギュラーでなんか月何回とか通わなきゃいけない教室なのか1回だけお邪魔してできるものなのか、うん、ちょっとその辺りがまだわからないので、うん、もしそこで単発で,で,で行けたらそちらに行こうかなと思ってます。<laughs> <laughs> なんかこうパテをこう持ったりするんだよねきっとですね多分かけちゃった部分はそうやって埋めたりとかあと漆とか使うそうですね漆で金色をのせるんですよねみっちゃんやったことある私はなんかあのなんちゃってのやつはやったことがあってなんかあの三国津通合的な本に全部入っててそういうキット好きだもんねごめんなさいそう好きなのいいいいよよ それを買って一回やったんですけど、どうでした？うん、なんかやっぱあの結構乾かす時間をしっかりと何回も取るんですよね。それが我慢の戦いです。そうなんですね。早く次の段階に進みたいね。そっか。やりたいんだけどみたいな気持ちとなんかなんなら二日から一週間乾かしてくださいみたいな。 でもそれはなんかやり方とか流派によっていろいろなんだと思うんですけどそうなんですそっかじゃあちょっと教室単発は難しそうですねかもしれないね何回かは必要かもでもみっちゃんのそれは治ったのうん一応治って今も使ってますあーすごい食事の器とかですかはい食事の器割と粉粉になっちゃったやつもそうなんだちゃんと一応復活はしたんですけど やっぱなんかすごいちゃんと綺麗に乾かせたやつは結構長持ちして、うんはい、そうでもなかったやつはもう一回その同じところがパカって割れちゃったりとかしてだからやっぱ技術によるんだろうなって思ったりもしましたけど、うん、やっぱねなんかわいだ感じはいですよね,いいよねちょっとねチャームポイントになって。うん、うんうん そっか乾かす時間が重要とは全く思ったことがなかったので学びになりました。あいやいやいやぜひはいできたらまた見せてください。わ、はい、かりました。こ,こ,これ器もかわいいね。ありがとうございます。そうこれお食事のお茶碗でドラクさんのかな。下にちょっと紫色が入ってて可愛いんです。いいはい金継ぎして長く使いたいと思います。<ひ>金継ぎが似合いそう。はいありがとうございます。お二人は今年やってみたいこと何かありますか。 そうですかミクニさん私ですかミクニさんですそうですねこの間本を出したらえっと文章系の仕事がタタタタタとこう入ってきてわわわってびっくりしてるところなんだけれども新聞の連載とかあと文芸誌のなんか文章とかねでもなるべくや ったことのないことをやっていきたいなと思っているので、プレッシャーをなるべくこう受けつつお<ー>、うん、チャレンジしていこうかなと思ってます。かっこいい。今日かっこよくないんだけどね。うん、いい母親と電話してて、はい、母親が私にどんどん冒険し,してくださいみたいなことを言って。お母さんいつも,もかっこいいんだよな、うん。なんだろうね。ヤス五十一歳の娘にかける言葉として、うん、おもろいなと。 思って。でも、そんな一年にしたいなと思っております。二千二十三年はまた三国さんの文章がいろいろみんな読めるかもしれない。楽しみ。です励みます。みっちゃんは。楽しみ、私。そうですよね。できれば、まあ、美味しいものをたくさん食べたいな。いいですね。感じかな。何が食べたい。はい、かぶった。やっぱね、ちょっとね。 すごいなんか高いパフェとか食べたいあ本当にパフェが好きだね <laughs> みーちゃんは <laughs> なんだろうなんかもうなかなかね、うん、食べれないから機械として、はい、機械として特別な感じがはい 自分じゃ絶対作れないですしそうそうそう、うん、山下さんとかね作ったりとかするけどね,ねそうですね <laughs> <laughs> 私は無理だな,なえいくらぐらいのパフェですか <laughs> 美智子さんの中でそのとってもゴージャスなパフェって。 ゴージャスなやつは4800円ぐらいのイメージです。はい、<laughs> すごいね。そんな食べが世の中にあるのですね。<laughs> 飲み会一回分みたいな <laughs> <laughs>、えー。基準が飲み会。じゃあちなみにどんなものなの？うん、えー、やっぱ季節の果物シャインマスカットとかになると高いですよね。はい、高い。高いです。<laughs> でもそういうのを食べて、うん、なんか自分に持ってない英知を、うん。<laughs> 手に入れたいみたいな気持ち。すごいね。バカみたいですけど。いやチオ。そう、パフェから。美味しく最高だ。だかぜひ教えてください。はい、食べたらきっとまたね、あの次のラジオあるかわかんないですけど、背景に自慢げにしてみたりとかぜひ見たいですパフェ。 百 <laughs> 円のポイント、はい、みんなの目標が叶うといいなと。ね、気持ちになるといいですね。なりますよ。はい、それでは、ここで、えー、リスナーの方からのお便りをご紹介させていただきます。はい、ええー、テさんからいただきました。三国さんの本を読んだよの、ジャンルのメールです。はい、三国、はい、さん、ほぼ日の皆様、こんにちは。こんにちは。三国津ラジオの再開、とても嬉しいです。ありがとうございます。 ありがとうございます,います聞いてくれる人がいるから私たちはやっている嬉<う><あ>しい,うしい <laughs> 編み物のお供にぴったりですねはいテーマの三国さんの本を読んだよについて感想を書かせてください発売が分かりアマゾンで即予約し今か今かと待ちかね本当に楽しみにしていました届いてから一気に読むのはもったいないと思っていたのですが夢中になり一気に読んでしまいました 私は三國さんとほぼほぼ同世代なので、自分の青春時代ともかぶったり、懐かしい気持ちになりました。私が一番お気に入りというか、それを通り越し読んだ後、思わず三國、はあ、さんと声が出てしまったのは、最初の三國さんの内容があまりにも素敵すぎるのですが、さらに三國さんの作る文章だからより私の胸に響きました。もしかしたら同じ内容でも他の方と。 他の方の方文章あとひろしおじさんとのお話の中での「自分の人生を人に代わって生きてもらうことはできないよね」といつだか一緒に飲みながら話したのをのところがずーんときました「今息子が高3で彼が選んだ進路周りは思いもよらない道で腰が抜けそうになりましたが」に進もうとしています。 心配してしまうのですがそうだよな息子の人生を私が変わることはできないんだからと思いながらあみあみしていますみくにさん素敵な本と発売までのワクワク読んだ後のほわんとした温かい気持ちをありがとうございましただいぶ朝は冷え込んできました体調崩されないようお過ごしくださいねみくに津ラジオ楽しみにしていますと いただきました。ありがとうございます。そう、そんな息子さんを思いながら、あみあみなんですね。うん、ね、あみあみ。いいですね。あみあみ、よみよみ。私もすごい、うん、三国さんの文章だから、この三国さんという賞は素晴らしいのだと思います。うんうん、ありがとうございます。高橋源次郎さんもすごい、そうおっしゃってましたね。そうでしたっけね。ひひひひ。優しい。うん、ありがとうございます。では、えー、もう一通。 読ませていただきます、えー、アポロが大好きさんからいただきましたはい、サマーニットを編んだ時のこと最初のゲージをしっかり取らずにどんどんと編み進めていました途中からどうにもこれはきつく編みすぎたかもしれないとは思ったものの細い糸で編んだこともあって振り出しに戻る勇気が出ないダメかないけるよ 自分の中で葛藤しながらも振り出しに戻す勇気が出ないままほぼ完成させました試しに着てみるとやっぱり小さいがっかりする私それを見て私にちょうどいいと思うとニコニコする娘 <laughs> サマーニットは娘のものとなりました無駄にならなくてよかったけれど娘が着ているのを見るたびにいいなぁと思うのです <laughs> 娘さんのことです甘じょっぱい思い出甘じょっぱいですねね、でもすごい素敵ですね娘さんがね、それ欲しいって言ってくれるお嬢さんいいいいねって思いますママももう一着編んでお揃いにしたら良いのではとなるほど確かにそうしてほしい可愛いお便りありがとうございましたありがとうございますさて ミクニッツラジオではテーマメールを募集してます。はい、現在募集しているテーマはこちらです、えー、私の編み物のお供三国さんの本を読んだよ。編み物にまつわる恋花特集編み物にまつわるしょっぱい思い出普通のお便りいわゆる普通オタです。 えー、詳しくは YouTube の概要欄やみくにつラジオのウェブサイトからご覧ください件名をみくにつラジオとしてポストマーットマーク1 1 0 1 c コ m まで送ってくださいねお待ちしてますお待ちしてます。今週もありがとうございましたありがとうございましたでは、えー、最後のコーナーはい。<laughs> <laughs> どきどきどっちに来られるんだろう <laughs> みくにさんからの質問コーナー <laughs> あじゃあしぶちゃん今週<私>面白かったことは今週ですか 最近でも,も最近,最近私お友達で台湾人の子がいるんですけどその子が台湾料理をうちに遊びに来る時に作ってきてくれて<ー>ちょっと見たことのない台湾料理ですか美いしかったです。なんかひき肉とあの台湾の のお漬物、うん、きゅうりのお漬物できゅうりのきゅうちゃんから辛みを抜いたみたいなうり、ん、のお漬物なんですけどそれ炒めたやつとか<ー>あとからすみとあの大根生の大根を一緒に食べるものとか<ー>ちょっと普段私が食べないようなご飯をいっぱい持ってきてくれて<ー>すごい楽しかったです。世界にはまだまだだ知らなないご飯がたたたくさんあるなと思った<ー>、はい、ニュースでした すごい本当に私たちは食べ物が好きです。そうですね。ついつい食べ物の話をしてしまいます。そうなの。私このラジオのページの淀川が大好きなんですけど、美味しくて綺麗なものが大好きな私たち。ああ大好きです。はあれは誰誰が書いたの？あれはハサウェイが書いてくれました。もうすごい的確だなって私本当に。その通り。ねえなんか2023年海外旅行とかもちょっとしやすくなるかなと思って。うん。あわ よくは海外も行きたいなと思ってます。ああそうだね,いいですね行きたいね。はい。確かに。うん、それではまた来週みくにッツラジオでお会いしましょう。たくさんのお便りをお待ちしております。良い週末をお過ごしくださいね。さようなら。さようなら。